おはようございます。高野くもです、えー。本日もコメント返しをしていきたいと思います。これは2023年の11月の下旬にアップした動画ですね。サムネイル、あーすれ違いって書いて、まあ、あーすれ違いなんですけれども、なんか外国人の、おそらく夫婦がですね、上半身裸で、も,もしかしたら下半身も裸か,かもしれませんけれども、ベッドの上で反対を向いているというですね、ちょっと 夫婦倦怠期みたいな写真をちょっと使わせていただきましたけれども <laughs>、えー、そういうサムネイルなんですねそれで、えー、動画のタイトルは「純子命 VS アンチ純子1994年のスイングジャーナル読者投稿欄のやりとり」というタイトルの動画ですまあ大西純子がデビューした時はですねかなり話題になりましたし まあ今となっては振り返ってみればかなりあのスイングジャーナルをはじめジャズジャーナリズムというかまあジャズの雑誌が煽っていたような感はありますよね、まあ、ジャズジャーナリズムはあの雑誌のみならず東芝 EMI だったんですけどもねあの反則品パンフレットだったりパンフレット C あ、ま、と小さな,なんかブックレットみたいなものとかもあったかないろいろポスターとか あの CD のみならずですねあと話題のみならずいろいろグッズとかもなんかプレミアムみたいなものというかまあ、プレミアムというよりはあの試供品な試品じゃないよねなんかただで配るようなものみたいなのもいろいろあの作っていろいろこうレコード店だったりとかジャズ喫茶に置いてもらったチラシみたいなのとか置いたりとかして結構 世の中一大キャンペーン的な、世の中って言い過ぎかもしれないですけど、ジャズ界隈ではかなり一大キャンペーンとして盛り上げられていたような感じもします。で、私もワ、wow! ウというアルバムを聴いてですね、これはすごいわと思って、かっこいいって素直にもう本当にピアノ力っていうんですかね、それに惚れ惚れしちゃいましてですね。 それで、クワトロにも見に行った記憶があります。デビューコンサートみたいなものにね、もう場内満員でした。もう、それぐらい、もうかなり注目を浴びているピアニストだったんだなっていうことが、紙面だけじゃなくて、肌でも実感できましたよね。で、それぐらい注目されると、やっぱりアンチも出てくるわけですよ。それで、スイングジャーナルの紙面に、大西淳子のどこがいいのみたいなね <laughs>、かなり、あのー、 まあ、今思えばですけども、今思えばっていうか、あの、ちょっと冷めた目線で見ればですね、客観的に言えば、かなり感情の入ったですね、まあ、かなりヒステリックな投稿とかもあって、それが面白いので、面白いっていうのも悪趣味だよね。でもまあ、ちょっと、当時のですね、そういう大西純子ブームというかですね、あの、スイングジャーナルがかなりの、 紙面を裂いてて取り上げているそういう風潮にま一石を投じていたあの投稿とも感じたので動画で紹介した記憶があるんですね。でそれに対してその動画やっぱりですね結構反響があってですねやっぱり やっぱりリアルタイムでスイングジャーナル読んでた人、大西純子を追いかけていた人、で大西純子のデビューアルバムを聴いた人って結構たくさんいるんだなって思いましたね。この投稿を見るとですね。で結構反応のあった動画なんですよ。それで、そ、えー、の動画にいただいたコメントを今回は紹介したいと思うんですけれどもね。えー、っと、小田沈太郎さんからのコメントですね。面白い視点での取り上げでしたね。 大西純子嫌いのご意見を読んで私はウィントン・マルサリスのデビュー時のスイングジャーナルの大騒ぎと似ているなぁと思いましたただ日本人をこれだけ大騒ぎしたのはスイングジャーナル史上60年代あ60年の歴史の中でも初めてのことだったと思いますそして何よりも大西のレコードプロデューサーはあのミスター・ブルーノートと言われた剛腕・なめ方た氏の存在がとても大きかったと思います そして当時のスイングジャーナル編集長の村田氏といえば、元ジャズランド氏の編集長、静かなインテリという感じの人で、まさに豪と性が共鳴し合ったからこそ反対、編集長よりさらに上からの、にも負けじ、負けず成し遂げたという強烈なエネルギーが感じられましたね。私も大西のファンですが、初めてワウを聞いた時のインパクトは、今でも鮮烈に覚えています。 というコメントですね、まあ、一緒ですね感想はねで私もこのように、えー、返信をしていますね私も最初にワウを聞いた時のインパクトは忘れられませんジャズ好きならあジャズ好きなこちらの壺をズブズブついてくるフレーズハーモニー発想ピアノの腕もさることながらそれ以上にこの人はピアニスト以前にジャズファンでもあるんだなとシンパシーを感じたものです かっこブスッとした顔は全く好みではありませんでしたが、な <laughs> ん<て>、ね <laughs> まあ、で顔の話をしたのかというとですね、あのすまあ、全然ピアノと顔は関係ないんですけれども、そのスイングジャーナルのアンチの人の投稿に確かね、態度とか顔が嫌いみたいなことを書いてあったような気がしたので、多分それを受けて私、最後顔に触れたんだと思います。えー、お小ちにとろさん、どうもありがとうございました。 で、次が、カ、えー、尾オ・田さんからのコメントをご紹介しますね。まあ、どっちもどっちですね。中野区の女子がやらせでなければ、それは中野区の女子っていうのはあのアンチコメントを投稿された方ですね。がやらせでなければ、激しく嫌いな感情は好きの裏返しですから、大西純子ちゃんはどうせないなんで聞きましたが、おっしゃるようにビレッジヴァンガードのリンゴ多いわけなんか良いんじゃないかと聞いていましたが、バイバイブラックバードはあのマイルスのがいいですよね。 沖山秀子やヘレン・メリルなんかも魅力的でなんですが、ガーランドのアントロ,あのアントロってんだってあのイントロがいいなというコメントでした。数、えー、尾杉田さんどうもありがとうございます。私もね、レッド・ガーランドの,あのマイルスデイビスの あのラウンドアバートミッドナイトに入ってるイントロ大好きで,で、まあ、レッド・ガーランドもあれ気に入ってたんでしょうね、まあ、作曲したんでしょうねその場で弾いたわけじゃなくて自分の持ち駒の手札の一枚としてきっと持っていたと思うしあるいは まあ、あのマイルスのラウンドミッドナイトのレコーディングの時に、まあ、いろいろ弾いた中で、まあ、たまたま弾いたのかもしれませんけどそれが結構お気に入りだったことは確かなんですねストックフレーズの,あの一つにはなっているはずなんですよなんでかというと後年の「アット・ザ・プレリュード」というライブアルバムがあるんですけどねレッド・ガーランドのそれでも確か同じフレーズ弾いているんですよだから、まあ、個人的 必殺レパートリーの一つだったような気がします。で、私もピアノでこれ拾って練習した記憶があります。結構ね、あの,あの、最初の一音、パッパーパーパの g マイナーセブン。立っただけでも結構泣けちゃう。懐かしい感じがするんですけれども、意外と複雑なことをやっていなくて、あの g マイナーセブンのソシレファ。まあ、市はフラットですけれども、それを綺麗に分解して並べ替えただけのフレーズなんですけれども。 フレーズっていうか和ンなんですけれどもまあセンスですよねこれってね全然こう複雑な,なんかテンション足すとかあのちょっと理論的に複雑な音を混ぜているっていうわけでも全然なくて本当にね g ス7なんですよ <laughs> こんなにあの音の配列を並べ替えるだけでもこんなに綺麗な綺麗っていうか懐かしさも感じられるですね 深みのある和音になるんだなぁって感心したもんですけれどもね。はい。えー、そういうことで、数尾杉田さんどうもありがとうございます。で次、岡橋チャンネルさんからのコメントを紹介します。純子嫌いな人のコメント。なんだかよくいるタイプの嫌いな理由は音楽の中にない人が言う感情論ですね。かっこ悪い。で、私はまさにその通りですねと返信していますけどもね、えー。まあちょっと今ここで読んだり、まあ、ちょっと手元にないので読めないんですけれども、紹介する 必要もないかなって思う、まあちょっと他にの動画で私朗読してる動画あるので探して聞いてみてください。まあ結構感情的なんですよね。音楽的なピアノのこういうところが嫌だとかじゃないんですよ。 取り上げている選曲が嫌だとかじゃなくてもう態度とかそっちの方ばっかりに寄っちゃってるんですよね <laughs> それちょっとかわいそうだよなって音楽で勝負している人ですからねで、ま嫌いな理由が音楽の中にはない人の感情論ですよねと岡長チャンネルさんはおっしゃられてますけど本当その通りだと思いますそしたら岡長チャンネルさんから返信が来てましてしかも 何か批判,する批判することに必死なんですよね。それも私ほどの天才は言わないないと言わんばかりのふてぶ,ふて,ぶてしい目つきってそれ本当にそうかどうかわからないこの女性の思い込みじゃない思い込みじゃないですかかっこ悪い。それってあなたの感想ですよね。倍広よ笑いって書かれてますけどあそういうことも確か書いてますよね。私私ははどの私ほどののほ天才は いいないと言わんばかりのふてぶてしでもそれって、まあそう、本当にそれ書いた人の感想ですよね。としか言いようがありませんよね。はい、というわけで,、えー、で、さらに、ただ、純子命ってなんだよ。ちょっと恥ずかしいというか、ダっさ。一方でですね、あの純子命というあの名前で、名前というかペンネームで、であの投稿しているジャズ評論家もい,いてですね、記事をね。で で、それ結構、どれだけ、あの、純子が好きなのかっていうことを、長々と結構書いている記事も、私、紹介した記憶があるんですけれども、それに対しても、岡瀬チャンネルさんは、純子命ってなんだよ、恥ずかしいっていうか、ダセーってコメントしてますね。で、それに対して、えー、私は、えー人力飛行機、人力飛行機さんと、広瀬橋本さんとのやり取りのコメント欄にも書いたのですが、えー あ後ほどちょっと紹介しますね。えっ、ー、と、書いたのですが、このお二人のコメントね、やりとりのコメント、後で紹介したいと思いますこ。多分この後に多分出てくると思うので、ちょっと今順番に読んでるんでね。<laughs> えー、このお二人のコメント欄にも書いたんですが、ファンにもアンチにもどこか理性を狂わせる要素、カッコはてラが彼女は持っているのかもしれません。そして、理性が程よく狂ってくれると、はてな各人の本性が あらわになるので、それはそれで楽しいのかもと。ファンは好き壺を、好きな壺をズブズブとつかれる。アンチは嫌いな壺がブスブスとつかれる。いずれにしても、好きな壺も嫌いな壺も表裏一体。アンチもファンのうち、嫌いも嫌いも好きのうち、可愛さ余って憎さ100倍、などの言葉を実感として理解できる、貴重な人間ウォッチングができました。笑い。っていうコメントを私はおかせ、はせチャンネルさんに返しています。 で、あ、これ、続き、次があれですね。人力飛行機さんからのコメントですね。ちょっと読んでみましょうかね。まあ、冷静に考えて、大西純子の外見も音楽の評価に若干の影響はあったんでしょうね。あれが、外、あれが、外見が、まあ外見が三時のヒロインなのかなで、外見が三時のヒロインってなんだろう、ね。え、オアシズの三浦靖子、小田上田の上田だったら、 大西淳子命なんて人は現れていないと思いますから笑い。オアシスの、まあちょっと分かんないです。まあ、要は文脈的には、まあ、ブスな人っていうことなんですかね。ブ,あのブスな人の外見だったら、多分淳子命なんて人は現れていないと思いますから笑いって言ってますね。なので、アンチの女性の怒りもあながち間違いではない。所詮ジャズメディアは男性社会。ライターや編集者は男性ばっか。 男性受けする外見か否かは意外に大きいです大西純子命のライターもあの,あの顔がかなでや、えー、三浦安子や上田だったらまあ褒めたとしても命にはならないでしょうかっこ笑いというコメントでしたねで、えー、広瀬橋本さんは人力飛行機さんにコメントしてますそれは果たしていかがなものかハテナ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  えー、は,てなは4つ並んでますかなり、えー、広橋本さんは疑問を持っていらっしゃるようですねでちなみに私はかなで、三浦はそれぞれデビューの頃から見知っていますが上田という方は分かりませんあかなで、三浦ってという方は広橋本さんご存知なんですねで最近徐々にテレビは見なくなっています 個人的にはスイングジャーナルは70年代中頃からほぼ目を通さなくなったと思いますもちろんジャズは聴き続けてきました大西純子もデビューアルバムをラジオで聴いて購入ビレッジバンガード2までは入手いまだに愛着していますマウントフジハテナのテレビ放送は DVD で録画したものを繰り返し鑑賞しましたあ確か私マウントフジジャズフェスティバルでの映像を の話もちょっと動画で触れたかもしれませんね。あたたか、ジョニー・クリフィのことを単なるスケベジジってなんか言ってると映像もあるよなんて話した記憶があります。で、あスケベジジじゃないです。すみません。スケベオヤジでした。まあ一緒か。<laughs> で、続けます。で、あれを演奏しているのが、かなえさんでも、三浦さんでも構いません。ただし、すでに見慣れてしまったので、あの喋りや声や目つきや長い髪もいろいろな持ち合わせた要素が、 今見えてる大西純子としか結びつきませんと、えー、ヒロさんは人力飛行機さんに、コメントしてますね。で、人力飛行機さんが広瀬橋本さんに返信してます。演奏しているのが誰でもいい、いいものはいい。しかし、大西純子へのスタンスが外見から来るアイドル的ハートが混じっていたは確かだと思うんですよね。そこを言っているので、る アイドル的ハ,ハートに見ているからこその人気ってあると思うんですよねあの外見だからがあったろう大西純子命って苦笑だけどアイドル的ならわかるという小田上田って面白いですよ「しこり警察」っていうネタがあって彼らの顔見知りの男芸人に勝手に突然電話をかけて「今しこっとった?」と聞いていく「しこってたら即逮捕」っていういわゆる下ネタなんだけど男芸人 はい、もしもし、上田。もしもし、上田です。男芸人へ。おう、上田、久しぶりやな、どうした上田、今、しこっとった男芸人へ。え、しこっとったいやいや、しこっとらんよ。上田、今どこ男芸人へ。今、なんとかホールの楽屋や。もうすぐステージやから。で、上田。最近、いつしこった男芸人へ。最近、昨日やな。上田、じゃあ逮捕です。男芸人へ。逮捕うっそうなんやそれ。上田。 風紀的に許されません。逮捕です。男芸人。それくらい許してや、上田。じゃあまた男芸人。なんや笑い。わけわからん。ほならな、またな。うん、わけわからん。だけど今、しこっていたら即逮捕。しこり警察、出勤、小田上田という動画がのリンクが貼られてますね。まあ見てませんけど。えー、それで、大西純子のことはさほど知らなかったので、ライブ動画見たんですね。 ジュンコ大西トリオライブイン、えー、スチュットガルト1996っていう見てたら演奏は悪くないんだけど彼女って結構男勝りというか演奏中に他のドラムスに向かって指で何か指示してるんですよね演奏をやめてドラムス向いて上体乗り出して人差し指立てて指差し指差し点りつけるみたいに振っている 指差し振り付けもやってるんで。あんたあんたでそこもっとアップみたいな。次には親指立てて上に上げる。もっとテンション上げてよみたいな。何言ってるのかと思ったんだけど、実際わかりませんけどね。何言ってたのか。ああいう演奏途中で露骨に指示をしてるの見たことなかったので、新鮮は新鮮なんだけど、確かにしかしあれは偉そうに見えますね。アンチの女性の意見もあれでわかりました。カッコ笑い。あれは確かに偉そう。 以下動画7分くららいから出てきますで、また、ご親切に動画貼ってますね。で、昔、つまり、あの、ドラムスに指示を出してると姿が偉そうと人力飛行機さんは思われたみたいですね。それで、えー、まあ、リーダーは普通ね、あの、 携帯電話で演奏中指示できないので、やっぱり指と表情とかで指示出すのが当たり前なんで、でその指示出してるところがまあ緊張して顔が怖かったりとか、あるいはマイルスのように意図的にカリスマっぽい風情で、 あの指示出すとかまあそれは指示の出し方いろいろなんですけど私の場合はこうベースのネックを振り回したりとか上下にゆらゆら揺らしたりして指示出したりとかしていましたけどまああの即興演奏の要素が多かったりとかあと途中で構成を変えられるその自由度カスタマイズ度の高い演奏とかの場合はまあ割とリーダーとなる人が 指示出しますよ、ねまあ目,目線で分かる場合もあれば私の場合大げさにこうベースのネック振ったりとかあるいはもうマイルスの場合って指先だったりとかこうサングラスをちょっと下に下ろしてギドリとした目線で指示出すとかね、まあ、それ人それぞれなんですけどその指示を出す様が偉そうでそれで嫌いになったというのであれば、まあ、ちょっとあまあ 嫌いになったというか、あの、人力行機さんの場合は、その指示を出している姿が偉そうで、あ、嫌いになる理由は分かったって、まあ、多分その指示を出している偉そうな姿が、ちょっと人力行機さん的には、あの、気に食わなかったとか、鼻についたんでしょうね。あだから分かるから、偉そうだから、きっと嫌いな人も出るに違いないや、そういうことかって、腑に落ちたのでしょうね。で、ご親切にも動画を貼られて、7分目ぐらいから。これもう完全にあれですよね。もう、あの、 ソロを私もちょっと見たんですけど、どんな感じかな、そんな偉そうかなと、全然偉そうじゃないんですね、私から見たら。当たり前やんって、当たり前の光景だと思うんですけれども、まあ、あの人力飛行機さんは、あの結構あの動画を持たれているので、人力飛行機で検索していると、人力飛行機さんの動画チャンネルあるんですけど、守備範囲がやっぱり、あれなんですよね、ジャズというよりは日本の歌謡曲、ロックなんですよね、だからあまり自分でもお話しされてますけれども、 あの守備範囲はジャズじゃないそんななににジャズに詳しくないとでまあ、そういう人がそういう目線で見たらまあ、書かれてますもんねあのこういう指示を出しているっていうあのあんまりそういうの見たことないんですけれどもってご自分でも書かれている通りあんまりそういう演奏中の指示だったりとか多分ライブがあんまり映像で見るだけでこう ステージとかライブハウスとかで生演奏あんまりご覧になったことがないからなのかもしれませんけど結構指示出してますよリーダー例えばサックス奏者がリーダーだったらやっぱり管楽、まあ、器がリーダーだとね次の構成みたいなものとか、まあ、演出も当然あるのかもしれませんけれどもピアノとかベースとかに結構指示出しているバンドリーダーとかもいたりしますので まあそういうのが結構キビキビした演奏を展開させている源なのかもしれませんし、まあ、実際演奏してたらなんかすごくテンションが上がってきてあっ もうワンコーラスピアノに弾かしてもいいのかななんて思ったりとかもした場合とかはこうそういうのをリーダーが判断することが多かったりするのでねリーダーがもうワンコーラスやれよみたいな感じで、まあ、人差し指立てたりとかそういう現場でこう音楽を作っていくっていう臨場感みたいなのはライブで味わうことができるんですけれどもおそらく あの大西純子がこのピアノソロが終わった時ってものすごいいいプレイしてるんですよ。で弾き切ったーっていう感じでやったぜーっていう感じも表情に 現れてると思うんですよねドヤ顔どうだみたいなねそれで「はいドラムソロー頑張って」みたいなそういうふうに私は見れたんですけど指示を出してるというか弾き終えた直後にドラムになんかあのもっとテンション上げるとかそこまで細かく指示出しているような風には見えなかったんですけどもとにもかくにも演奏している時っていうのは結構頭いっぱいというかもうあれなんですよね自分のアドリブのとこもうひたすらガン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 やってやり終え はーっていう,う,っていう、ね、顔って人によって出方が違うんですよ。にやりとしたドヤ顔になる場合もあるし、はあっていう感じで、特に管楽器の場合、ね、ス奏者の場合、マウスピースからあの口を離した瞬間、はあっていう、ね、安堵の顔になったりとか、吹き切ったぜ、はあ、はあ、やったぜみたいな感じになる人もいるし、 あと射精、まあ、したあと女の人の体の上にバタンってドーンってなるような感じはああ出し切ったぜ」みたいな全部出たとーみたいな感じの顔してドーンってなるような顔の人もいますしね、ま、あの昔あの山下洋介トリオまだ坂田明と森山武夫の頃のねあのよく見に行ってた人の話によるともう1時間本当にもうプロレス見てるようってもう汗水めちゃくちゃ垂らし,ま垂らして本当に アンカーもうスポーツ見てるようだったってもうそれで最後もう自分の勢力すべて使い果たしたって感じで演奏終わったらはあはあってすごい爽やかな笑顔がもうまるで射精した後の男の人の爽やかなビーその後のビール1杯がうまいみたいな感じでとっても見てて爽快だったってニヤニヤしながら話してた人がいましたけどもそういう風になんかやりきったぜって顔っていうのはこうスポーツ選手のようにあの 爽快な顔だったり、あるいはスポーツ選手でもこう苦しい時、マラソンランナーとか走り終わった後ちょっと苦しい顔をしたりとかしてね、まあそれはそうですよね、体力も精神力を消耗しきってるところだったりとかもね、そういう顔をする人もいたりとかで、まあ様々なんですよ。やっぱりそれぐらいあの自分のアドリブとか、あとまあ自分の表現にすごい命をかけてる、まあ、命をかけてるっていうと言い過ぎかもしれませんけれども、こう難しい橋を渡りきって、 っていう達成感やったーって顔とかね、あとなんか。 こうちょっと思ったよりもテンションが増して思っていた以上の演奏になったらどうだって感じのやった、引き切ったぜっていう顔とかねそういうまあその時引き切った時の大西純子さんはそのライブで何を思ったのか分かりませんけどどうだっていうねやったぞっていうね普段ずっと練習努力に努力を重ねてきてそれで思った以上の成果がステージ上で思わず出てきてしまったってもっとやるぞみたいなねこう勝ち気なこう 表情っていうのがねの彼女の、まあ、もしかしたら勝ち気な性格なのか、まあ、話したことないか分かんないですけどもまあまあでも映像とか見てると、まあ、そういうね多分男勝りな性格なんでしょうねそういうのがいろいろなものが混ざって顔の表情に出ていた,た単にピアノ弾き終わってあの指を立てて指示を出しているだけでも。 不快感を催してしまう人がまあいるんだなっていうことがすごく貴重な経験というかデータ収集にはなりましたよね。で、えー、っとですね、それで思ったんですけれども、あのー、ちょっとまだまだね、あのー、この広瀬橋本さんと人力飛行機さんとの間でコメントの やり取りが続くんですけどもまあでもずいぶん前のやり取りなんで私もほとんど覚えてないんですけどもねだから新鮮な気持ちでこれから読んでいこうと思ってるんですけどただあのそのね人引きこきさんがなぜその大西純子の顔を勝ち誇った顔に見えたとかそれで嫌いな人の理由が分かるって思ったのかっていう。 なんでっって私思ったんですねでおそらくもしこの動画をご覧になられた方大西純子がのライブでこう指示を出してるところを見てなんで嫌悪感持つんだろうって思われた方のための一つの補助線としてですね あの先にちょっと動画の視聴をおすすめしたいなと思ってるのがありまして、まあ、別にこれ人力飛行機さん公開されている動画だからいいですよねご自分でねあの人力飛行機さんのチャンネルにですねこういう動画があるんですよまあ大体矢沢永吉批判とか中島みゆきとか、まあ、割とロック日本のロックとか歌謡曲についてコメントあとブランキー・ジェット・シティだったりとかねまあ そういう日本のロック歌謡曲に対しての音楽の感想を中心にアップしている中でなんか全然音楽とは関係ない動画もいくつかあってその中の一つにですね小学校時代のおぞましい記憶大人社会の縮図という <laughs> あのタイトルの動画があるのでまあじゃあこれ概要欄にリンク貼っときましょうかねそれを飛んであのご覧になっていただければあ こういうあの性格の人が性格というか、まあ、思考というか小学生の体験を持ってい人 た人が大西純子を見ると、こういう感想に結びつくのねっていう。まあ、一つのサンプルにはなると思うのでね。まあ、詳しくは、あの、他の動画でも私指摘したことがあるので、繰り返しはしませんけれども、だから、簡単に言うと、小学校時代に名古屋のバ,バリデラというジャズ喫茶の近所の小学校に一時期いたことがあって、そこでテストかなんかの時間で、周りのあの連中が、あの、できた。 できたとかって小さな小声でやったできたっていうのがすごく嫌だと今になっても60近くになって60歳わかんないけど私より8歳ぐらい年上ですよね今でもそれを思い出すとなんか胸くそ悪いみたいな話の動画なんですよで多分その友達クラスメートのできたっていうのはあの人力飛行機さんに対して勝ち起こってるわけじゃないと思うんですよねまあその光景私見てないかわかるんですけどまあ周囲が こうできた、できたってこうテストの問題まあ算数か国語か社会か分かりませんができたっていうわけですよつまりそれってね自分に対して言ってるんですよと私は思うんですだって私もできたらできたなんていうタイプですからそれって人に対して自分の,その力量とかできたことを誇示するんじゃなくて自分を褒めてあげたいから言うだけなんですよねだから多分学校とか塾で習った難しい問題が一生懸命解いて解けてそれでできた、嬉しい、あや できたぜっていいう思いなんですよ、ね、だけどあのだから自分に対して小さく言わずにはいられなかったと私は思うんですけど何も周りの人に「俺はできるんだ」っていうことを吹聴するための、まあ、小学校5年生か4年生の話だと思うんですけどそこまで考えて小学生が「できた」って言ってるとは思えないんですけれどもだけど受け取り用によっては例えば人力菊池さんそれはおぞましき格差社会の前兆であるともうすでにこの日本の 格差社会、勝ち組負け組の構図がすでに小学生時代からあるのであるみたいな事説を展開されているんですけれどもまあそういうふうに受け取っちゃったからそれは間違ってるとか正しいとかじゃなくて受け取った人がそう感じたんであれば、まあ、それはそう感じたんでしょうねとしか言いようがないんですけれどもとにかく勝ち誇られると。 と感じたんですかね勝ち誇られたって感じたんでしょうかねでこの勝ち誇られたことに対してすごく60ぐらいねもう50何年経ってもあの忌まわしき記憶としてそれで動画にするぐらいまでのやっぱり負のエネルギーとなっちゃっているわけですよだってタイトルが「小学校時代のおぞましい記憶大人社会の縮図」っていうタイトルになってるわけですからねでそこからまああの人力恭喜さん流の「 あのまあ、考え、持論が展開されるわけですけれども、まあ、しかも名指し批判してますからね、もう覚えてるんですね、当時の,あの小学生、いじめの話とかも後々出てきますけど、その時のいじめてた人の話、いじめてたやつの名フルネームとか、あとは、 そのいいじめを容認していたかちょっと昔ちょっと前に見た動画なのでちょっと細かいことは忘れませんけどその当時の担任の先生の名前とかも名指しであの動画で語られているんでよっぽどあの嫌だったんだなってことはすごくひしひしと伝わってくるんですよ。それぐらい勝ち誇られることが大嫌いな性格の人が大西純子を見た。 というような流れで読んでいただけると、まあ、今後のやりとりの一つの理解の補助線になるんじゃないかなと思いまして、ちょっと元に戻りますね。それでえー で昔のインタビューで、まあまあ、あのアンチ女性の意見もあれで分かりましたと、勝ち誇ってるように見えたと、その勝ち誇ってる顔がそらく人力飛行機さんは嫌だと思ったんです。めちゃくちゃ嫌悪感感じたと思うんですよ。何せ小学校4年生か5年生の時に、周囲の友達が、やったできたっていう、その一言でも勝ち誇りやがって、うーんと思って、数十年後に動画でその思いを披露するぐらいのエネルギーの持ち主なんでね、やっぱり、まあ、そういう人が、あの、大西純子さんの顔を見たら、 <laughs> 何してもそう思っちゃうんじゃないかって思っちゃうんですけどもねそう見てしまったらまああれなんでしょうね勝ち,あの勝ち誇ってる顔はすごく偉そうに見えたわけですよねで嫌悪感をきっと感じたのでしょうとでわざわざ動画も貼ってくださってそのな7 7分目ぐらいって時間まで指定されて、まあ、見てくれよということなんでしょうね、まあ、そこまで勝ち誇っている人に対しての嫌悪感と憎悪のエネルギーがいくばくかのものかということもこういうところからでもあの片鱗が見え隠れいたしますけれども、えー、その続きをちょっと読んでいきましょう昔のインタビューで自分で行ってたところではニューヨークで昼間はアパートでピアノの練習 夜はライブハウスに行って飛び入りで参加していい時間があるんで参加して名前を売るようにしていました。なので苦労人。結構精神的に強そう。ああいう演奏中に人差し指で刺して振ってみせた。あんたあんただよみたいにやるところ。 あれは見てて嫌う人はいるだろうなーって、まあいるだろうなーって、まあそういう書いてるあなたが一番嫌ってるんでしょうねということなんでしょうけどね。で、それは思いましたねとあ。マイルスでもあそこまで偉そうに、指示は見たことない。偉そうに、偉そうにと、なんか <laughs>、またかっこ笑いって書いてありますけどね。 いや、音楽だけ独立して聴いてりゃいいって、まあそうなんだけど、目に入ってくるものは仕方がない。まあ、偉そうにしてるとこ目に。ピアノは認めるけれども、動画で偉そうにしてるの見ちゃったから、え、らそうに、えっと跳ねてるわけで、え、つ、らそうにとね。<laughs> 私の場合、例えば、映画が良ければ監督が嫌なやつでもいいんじゃないのって考え方ではないので、 昔映画「影武者」の撮影ドキュメントを見たとき、黒沢の口調と態度に嫌悪感と不快感を抱いたんですね。何あれ勘違いすんな、バカって、ね、まあ、つまりその私はその黒沢映画「の影武者」の撮影ドキュメントを見たことないんでしょうけど、まあ、この文脈から多分偉そうにしているシーンを見たんでしょう、ね。だから もう波外れて偉そうにしている人に対しての嫌悪感と憎悪を感じるエネルギーが強い持ち主だということもこの辺からわかりますね。その原点が、もう原体験みたいなものがもう動画でも語られていることからもわかるのまり、まああまあ、せっかくですからご覧になっていただければね。こうしてる 視聴回数も増えると、それで人力チャンネルにも貢献できると思うので、興味ある方はぜひですね、えー、ご覧になっていただければと思います。人力チャンネルの、<laughs> のえー、っと、まあ、リンク貼っときますけど、小学校時代のおぞましい記憶、大人社会の縮図っていうやつですね。それをお聞きになれば、まあ、きっと、え、偉そうにとか、勘違いすんな、バカっていう言葉が出てくる理由もすごくわかると思います。で ま勘違いすんなバカってね、作品良ければにはならない、にはなれない。目に入ってしまうとやっぱり嫌な感じは残るのでね、偉そうだな、大西純子、丸が感想です。ちなみに音楽は良いと思いました。笑い。というコメントですね。で、このコメントに対して、広瀬橋本さんがまた返信しています。コメントありがとうございます。大西純子イコール、あの外見だからから来るアイドル的という見方の存在は否定しません。 小田上田イコール無敵さは大西純子並みと思います。ライブインシュツットガルト1966相変わらずの気持ちよく潔い演奏ですね。1曲目の1分30秒あたりの人差し指での指示は単にテンポこんな感じと普通に伝えているように思いますが、点点点ハテナ。 あるいは普段このトリオでハウハイザムーンを演奏するときに何パターンかあったりしたので何かの打ち合わせを普通に交わしていたというように思いますが、点々点と。で、前半7分11秒目あたりの指での指示もナイスその調子でいっちゃってくらいのジェスチャーに思えますと。で、2曲目のスタートも威勢よく左手の左手の平手でピアノの角と自分の 左もも叩いて開始5曲目のクイック開始の結構細かく見てますね36分目あたりの人差し指での指示も開始とテンポの合図だと思いますと演奏中の笑顔のアイコンタクトも何度か映されてるし大西純子が背中を向けているシーンでの表情も多分同様だと思います最後の曲の開始時に ドラムから大きな声でテンポの指示が出ていますよね。後半45分30秒からのラウンドミッドナイトの引用の最中のベースドラムの英語にも演奏の具合の良さを感じます。以上簡単ですみません。与太郎詩官ですとし。しっていうのは視聴確率の詩ですね。まあ あの広瀬橋本さん、ご自分のことを与太郎と時々言ってますね、まあ、あの簡単にすみませんと、私の感想ですと、動画を見た感想ですって書かれてますね、細かくご覧になられてますね。でもほら、やっぱり野球の試合とかもそうですけど、頻繁にこう、ね、プロ野球とかこう、まあ、高校野球でもそうですけれども、あのベンチから指示出ますよね。だから現場で起きていることで、あの可変可能ないくつもの,その未来の、 選択肢がある中での出来事っていうのはやっぱりねあのリーダーシップって結構重要だったりとかしてリーダーがどうイニシアチブを握りどう展開しているのかまず、あ、思った通りにはならないことも多いかもしれませんけれどもどの方向に向かうのかっていうリーダーシップって結構必要だと思うんですよねでその指示の出し方の場合まあ野の場合はベンチからのサインだったりとかまあキャッチャーとかのサインだったりとかねいろいろあるようにまあバンドでもそういうのあったりはしますのでまあそういう ことをお書きになられている広瀬橋本さんのご指摘通りだと私は思いますねで人力飛行機さんから広瀬橋本さん橋本さんじゃない <laughs> なんか最近ちょっと私路列回らなくなってきてるのは前日の酒が抜け切ってないからなのでしょうかねえー、すいません、えー、人力飛行機さんから広瀬橋本さんに返信が来ていますなるほどね 7分後の指差しはそれぞれグッドにも見えますね。確かに、過去洗い。わかります。両方取れる。しかし、もともとどっか偉そうなオーラがあるから注意してるように、つまりもう、偉そうなんですね。あの、ひろし橋本さんは笑顔のシーンだって撮影もいっぱいありますよと言ってるけど、もう、 目に映んないわけですよ。もう偉そうで、ムカつくフィルターがかかっちゃってるのでね。<laughs> おそらく。まあ、見えていたとしても認知していないというか、まあ、そういうのは、もうそぎ落とされて、やっぱり7分から7分10秒目あたりのところの偉そうにもう集約されちゃうわけですよ。まあ、何言っても無駄なんですよ、きっと。<laughs> で、えー、どっか偉そうなオーラがあるから、注意してるように取られてしまうところではありますねと。メンバーを褒めてるにしては、上から目線を感じる。ほら。 やっぱ上から目線とかそういうのにすごく嫌悪感というか敏感なんですよね。本当はそうじゃなかったにしてもですね。でちょっとドラムの人の立場に立って苦情を言いたくなるあのタイミングでやられると困る突然向き直って乗り出して指立てて「何何何かと思えば OK?」ってって「おいおい人が全力で汗散らして叩いている真っ最中っ最中に指さしてなんだと思えばそれでいいよじゃねえよ」笑,笑い。 おどんどん妄想が展開してますね。わざわざそんな紛らしい合図しなくていいよ。人が懸命に叩いている最中にかっこ悪い。全力で叩いている真っ最中になんでお前の OK サインに目配りしなきゃいけないんだ紛らしいこと起こってるのか褒めてるか分かりにくいしいい加減にしろよ。気を使えばか合図するならタイミング見て分かりやすくやれ。鈍感。今度 俺に OK サイン出すときは両手で大きな丸作った合図しろバカ者世間知らずピアノバカこれぐらいは苦情出したくないほらすごいですねドバドバドバってすごいなんかもう妄想苦情が炸裂していますよねで私これそうそう最初読んだ時ななんかすごいなんか大西純子のその7分目か7分10秒目かの 態度偉そう偉そうで、まあ一言、まあ、偉そうってう感想だからそれで済めばいいんだけどずいぶん粘着してるなと思ったんですね正直この人やべえ人かなと思ったんですよだけどその理由が分かったんですよだから多分これをあのこのコメント欄ご覧になった方何ずっと延々とやり取りしてるんだろうなと思われた方もいらっしゃると思うんですけれどもそのなんでだろうという疑問があの人力チャンネルその片りがあ なるほどって多分腑に落ちると思うので、あの、小学校時代のおぞましい記憶、大人社会の縮図というのを、あの、聞いていただければ、ああ、なるほどねって思うと思うので、ぜひ、この動画を、よりも、そちらの方を先に視聴することをお勧めいたしますけれどもね。はい。えー、でもまあ、ちょっと続けますけれどもね、えー、これくらいの苦情は出したくなる。すごい苦情ですよね、これ。<laughs> 長いせ、文字にして何文字だぐらいだね。えー、で、 だって分かりにくいあの合図は、まあ、別に人力飛行機さんに向けて <laughs> 合図してるわけじゃないですからねバンド間での合図ですからねだけどなんかこれも癖なのかなあの自分に向けられていると感じちゃうんですかね例えばあのその動画でも小学生の自分の周りのクラスメートがテストでできたできたって小声で支えてるのってこれ人力飛行機さんに向けて言ってる言葉じゃないんですよだけど それと同じようにジニー・ヒコキさんはその当時1990何年シュトゥトガルトでドラム叩いてるわけじゃないんだけれどもどうも自分がドラムだと思って自分に向けられた合図だと思っちゃうあるいはもう自分がドラマーだったらとなんかすごく移入しちゃっているんですよねだからその辺がちょっと変だななんて個人的には思いますけどねで だって分かりにくいあの合図はって。<laughs> 分かりにくいあの合図はって。<laughs> ドラマが分かればいいんじゃん別にって私は思いますけどね。で、褒めてるのか怒ってるのかはっきりしないし、ああいう時にはドラム大変なんだから、さ、ね。みたいな、えー、感想というかコメント返しを広瀬橋本さんにされています。で、まだまだやりとりは続きます。で、広瀬橋本さんは人力飛行機さんにこのように返信をしています。あれはむしろあのトリオだからこそのあうのサインと取るのは私だけか。うん、だから、 私もそう思う思んですよあのトリオだからこそって橋本さんは書かれてますけれども、まあのトリオ内で通じるサインだったら別にそれを見ている人に通じなくても別にいい話だと思うんですけどもね <laughs> でかえって安心して見ていられる気がするのですがとまあそれは私も同感ですと。 もともと偉そうなオーラとか上から目線も彼女の持ち味だしそれが醸す鋼材は本人が一番認識しているんだろうし少なくとも私は迷惑していないすまん。というのを引用して、えー、YouTube ですが一昨年あたりにカラー処理が施されて再登場している60年代中頃のマイルスクインテッドの何本かのヨーロッパツアーの動画はご存知ですか あの頃のマイルスは自分のソロが終わるとバンドの後に隠れてしまうかと思うと舞台上ですべてを平弊しながらうろついていたりソロを取っているショーターやハンコックの横や面前にじっと立って相手を睨んでいますあれが一番怖いミラノの公演だったか曲も覚えていませんが一音ミスったらしいハンコックの眼前で文字どり苦ガムシを噛みつぶしたような顔をするその刹那きっと演奏中のハンコックを睨みつけるマイルス最高とヒロシ・広橋本さんは 人力飛行機さんにコメントを返してますね。で人力飛行機さんが、えー、広瀬橋本さんにこのように返信してますね。それと、機械の言葉遣いでや気になった点を言いたいわけです。それは機械の大似順子感というかジャズ感というかなのかもしれません。しかし私ならそういうところで表現者を称揚しないと思えるところがあったんですね。機械が表現者を称揚している言葉がありますね。それは、えー、それぞれかもしれないけど、あなたが 私が挙げたお笑い芸人、小、えー、田上田について、えー、こう言ってますね。小田上田イコール無敵さは大西純子並みと思いますと。それで、その後の大西純子トリオへの批判、批評についても、火の打ちどころがないから良いという批評が続く。私、危険の批評を読んで、どっかついていきにくい、どっか何か違う、そごを感じたんですよ。つまり、小田上田を無敵と形容して、それが大西純子並みだとおっしゃった。 私なら小田上田は無敵とは言わない。というかあのしこり警察というネタからして迷惑行為ですしね、かっこ悪い。勝手に電話かけて、今しこってました。迷惑以外は何者でもない。まあ面白くないこともないけど、基本出てくる反応は何言ってるだから何だしね。無敵ってズうずしいって意味なら、まあ当てはまるかもしれない。勝手に物事を進めていくとか。 でもそれって褒め言葉ではないです。迷惑が入ってますしね。他人からすれば面白い迷惑でもあるんで、勝手にネタにされてズうずしい、その勝手さがバカということでもあり、そのバカが面白いんですよね、あのコンビは。だから無敵でもいいけど、その無敵さはバカと一緒でもある。じゃあ、大西純子トリオの場合の無敵とははてな。とにかく火の打ちどころがないみたいな。 大西純子も自信満々。メンバーもノリノリ。だけど私とか大西純子が鉄の女っぽくて弾いたんですよね。鉄の女は無敵とも言える。確かに。自信満々。私に文句あるのかなないなら黙って聞いてな聞いてないよ。良い演奏するんだから。アーダコードは言わないで聞いてな。完璧な演奏するから。うん、まあ、それがまあプロだと思うんですけどね。まあ、そういうのって息苦しいし、あ、息苦しいんだ。突っ張られると弾いちゃうし。と そもそも音楽ってそういう完璧さを競う競争じゃないでしょもっと言うと、高度な技術を競うレースじゃないでしょでも、大西順子の姿勢の中にそういうものを誇示しているようなね、感じて、そこは反感を感じたんですよ。だからやっぱこう偉そうな上からっていうものに対しての反発心、憎悪感っていうか、う生理的なあれ、まあ私もそういうのはありますけどね、だけど、並々ならぬなんかエネルギーを感じますよね。<laughs> えー で、音楽ってそういうことこれでも勝ってテクニック見せびらかして黙らせることが音楽なのかねそれって結局体操競技と同じですよね金メダル、銀メダル、銅メダルの。そういう違和感感じたんですよ。大西純子に感じたし。それはしかし、棋形の書いた無敵という形容から私が抱く岩,岩が何にかを探り当てられたのでありがとうなんですけど、かっこ悪い。完璧さを競って無敵さを競ってメダル争奪。 そのずれ方、ジャズってそれなのかっていう、そういう匂いが大西純子からしたんですよね。まあご本人がどう思ってやってたか知らないけど。さらに、その話、復縁できる、その高度な技術の競争、完璧さの競争、それがまさに今の学校教育とか、その歪みとか見合っているみたいで、また嫌なんですね。と。そこで連想してね。 そしてその完璧さを誇示する音楽家、大西純子という図式がね、そこまで連想してしまうともうダメですね、アレルギーで。自分がどっかあの動画の大西純子アレルギー感じた、なんでか最初か分からなかったんだけど、だんだん分かってきた。そういうことを感じたんですね、大西純子からカッコ悪い。 そこまで私に感じさせた大西順子って大したものだとも言えると思いますけどね、逆にかっこ笑いと、長々と、そこまで書かせる大西順子嫌いのエネルギーっていうのは相当なものですけども、そこまで書かせてしまう大西順子の存在感っていうのも大したものだと思いますけどもね、私はね。結構長いんでね、でほら、やっぱ学校教育、あと、そういう優劣。 競争みたいな言葉がだんだんだだ出てきましたよねだから、あの最初に私はこの動画を見といた方がいいよということで、えー、小学校時代のおぞましい記憶、大人社会の縮図、これをあの読んだじゃないや、聞いた後に、これをあの読むとですね、あちょっとつながるんですよね。つまり、エリート嫌いなんですよ、人力狂気さんはで。勝ち誇られるのも嫌いなんですよ。<laughs> で偉そうななのも嫌いなんですよ、まあ、まあそれはその人の性格というかまああれですからねしょうがないんですけれどもだからあのそういうバックグラウンドがありそういう思考パターンの人がこういう長々とした。 あの文章を書いているというような流れで読んでいった方が何この人延々とずぶんすげえ量文章の文字の量で大西純子の悪口と自分の考えを何か披露してるのはちょっと頭おかしいんじゃないって思われかねないのでなのでちょっと一応ですね私も最初一瞬そう思ったんですけどまあ会ってみたら普通の人でしたけどもねえっ、ー、と だけど、まあ、小学校時代のおぞましい記憶、大人社会に祝図という動画を、えー、聞いた後にこれを読むと、まあまあ、あそうだよね、ってそういう考え、流れになるよね、とはなると思うんですよね。で、えー、それに対して、広瀬橋本さんが、また今度、陣立興樹さんに返信してるわけですよ。小田上田イコール、無敵さは大西順子並みとはいえ、 両者を同じ土俵で語ってしまうつもりではなかったのですが、これはご理解いただけますか、それぞれの土俵で無敵かなということです。そうを感じるのは、そのそんな仕組みの箇所でしょうか。無敵は金メダルでも銀でも銅メダルでもないつもりです。火の打ち所がない状態でもありません。優劣の伴う対比ではなかったのですがと。 だから、無敵でもいいけど、その無敵さはバカと一緒でもある。まあ、それはおっしゃる通りだと思います。と書かれてますね。そもそも、私はジャズを批評する柄でも玉でもありません。好きな演奏を聴いて、頭の中で感想をあれこれ書き回すだけです。現在、要介護、後、状態の家族を抱えているため、あまり自由な時間が取れません。こまめにコメントができない状態での応答になりがちですが、ご容赦ください。と逐次気になったことはお伝えさせていただきます。まずは連絡まで。と、 広橋本さんは人ン飛行機さんに返信してますね。そしたら今度はまた人ン飛行機さんが広橋本さんに返信、えー、してますね。結構なやりとりが続いてるんですよ。で、読んでみますね。しばらく数時間、時間経って、改めてあのライブ版、動画の7分目ぐらいのシーン、気になってまた見直したんですが、まあ、やっぱり相当執着してますね。そのおじいこの偉そうと感じられる動画にね。 見直してみたんですが、やっぱり不愉快ですね、あれは。<laughs> また、もう不愉快だと見なきゃいいんだけど、まあ見なく、み、みんな、見ずにはいられないという、そう、すさまじい存在感、パワーですね、もうしんこのね。<laughs> やっぱほら、アンチ、アンチも好きのうちみたいなね、アンチはファンみたいな、よくやりますけど、まさにそれですよね。<laughs> えー、で、 えー、やっぱり不愉快ですねあれはとやはり、えー、あれは危険はグッとナイスと言ってるんだとおっしゃるけどそうだとしてもあの指差しはないんじゃないかなと思う勝手にさせてくれよって感じですけどあの指差しはないんじゃないかな何でああいう仕草にしたのかな褒めてるにしては失礼すぎる仕草が感じが悪すぎる <laughs> ど,んどんどんどつぼにはまっていってるような気がしますねだいたい指で人を指すな さも上からの命令口調で、指で人を刺すな。ほんと、かっこ笑い。腹立つかっこ笑い。ああいうの擁護することはないと思うけどな。まあ、擁護してんのかな、広島さん。してないと思う。何のメッセージか知らないが、他人にやる行為ではない。そもそも、他人を何だと思っているのかな、この人は。多分音楽の素材だろうけど、失礼にも程がある。いや、改めて見直して、また腹立ってきたかっこ笑い。 確かに他の場面では満足そうにもしてるんだけど満足じゃねえよカッコ笑いが出てくる感想ですねいや後から後から湧いてきて自分でも不思議なくらいよっぽど大西純子が悪いやつか私相性悪いのかカッコ笑いとにかく改めて見て腹立ったカッコ笑いおいおい <laughs> すごい執着心ですね粘着力抜群じゃないですかまあ 素晴らしい、えー、ここまで来ると、えー。で、ついでのことで言うと、今までこの人のことをさほど知らずにいたんだけど、この度、ああいうライブを本格的に鑑賞できていろいろ分かった。こういう人間が日本ジャズ界にはいる。持ち上げられているって知れてよかったし、驚いた。日本のジャズ界っていうのがどういう場所か知るヒントになったと思います。はい追伸 何か,か人力さんあの女性より怒ってるかっこ笑いって、まあ、自分で自分にちょっと突っ込んだりとかもしていますけどねそしたら今度は広橋本さんが、えー、人力飛行機さんに返信してますやはりそうなりますかどう見ても7分目あたりはかっこ悪意を持って他人を刺したと指とは思えずまあ私もそうですドラムのスティックのジェスチャーにも見えるのですが点点点例えばつい 出てしまう掛け声や手振りと思いますますあそれぞれのジャズで良いのかなと思います。日本のどこかでそんな風に大西純子を聴いているやつがいるんだって思ってください。と、えー、ヒロさんは人力飛行機さんに返信をしています。そしたらまた今度は人力飛行機さんが広瀬シ・夫さんに返信してますね。まあそれを言うなら私などもこんな風に大西純子を聴いているやつがいるんだの一人なんでしょうけどね。かっこ笑い。どんな風にかっこ笑い。ああ、大西純子に私の書いたのぜひ読んでほしい。 あと、久保さんの動画で、純子ひろみというタイトルがあったのだけど、私知らずになんとなく話聞いてたんだけど、大西純子と上原ひろみは演奏中の楽しむ感じは全然違いますね。上原ひろみは演奏が楽し好きで楽しくてしようがない。ああいう偉そうな指差しはして、やっぱ偉そうなことが本当大嫌いなんでしょうね。<laughs> 指差しはしない、えー。また笑顔が最高だしね、上原ひろみ。 対する大西純子は演奏がどっか運動競技のチームみたいな女子サッカーで試合しているみたいなうまくまとまってるか絶えず気になるにみきかして上体乗り出して人差し指指して指揮あんたそうじゃないもっとアップだってなのかそこそこそれでいいなのだなのかただしイラついていることだけは伝わってくるあれは人に何か伝える態度じゃないってもう よっぽどなんですねあれじゃイラついてわけわからん指示出してそれで自分に満足しているのと一緒人が物か駒みたいに扱ってる人として扱っていないあれはどうしても消せないし許せない表現者としての根幹がダメとしか思えない <laughs> それと気づいたのがあの合図の直前鍵盤の端から端まで人差し指なぞってヒューって下がるスラーっていうのがやるんだけどグリッサンズかなそこもなんだかぎこちないスラーが絡んでいるかっこ笑いよほどカチカチになってるみたいな何かコンテストだったのかな違うでしょジャズフェスティバルでしょなんで神経質になる必要があるのか逆に結構 感心します、ね、よくここまで見てますね。私なんかこう全然スルーしてますね。そんな、どうでもいいじゃんみたいな感じでね。逆に嫌いな人こそあれなんですかね。あら探ししたさにいろいろ、もうすべてもうのしぐさに対して、嫌いな理由を一つでも見つけよう。ああ、やっぱこれも嫌いだ。うん、安心みたいな風になろうとしてるのかな。よくわからないけど。 もうここまで徹底的に嫌いな人っていうのも、なんか逆になんか爽快というか胸がスカーッとしますけどもね、すごい人がいるもんだと思いますよね。で、ついでにあの動画7分の、また動画の話ですからもう、<laughs> うもう相当嫌いなんだね。ついでにあの動画7分目の例の突然の指差し、ああいうどっか上から指しずやってる本人だけわかってる自己満足。 かかかどどうか分かりませんけどねあそこでの大西純子が特殊なのか何か気になるんですよねもう何年か前日野照正が中学生ジャズバンド顧問になって1人だけ持ち時間以上にドラムソロをやった男の子にビンタプラス髪の毛引っ張る暴力古い,い問題になったあの男の子が日野さんと仲がいいのでえっとは仲がいいので皆さん言うような意味はありませんとか言ってたんだけどあそうなんだ あの男の子なんか日本のジャズの伝統的な何かリーダーが神経質で目,目を光らせてわけのわからん指示生きり出して自己満足そういう図式があの日のテルマサ事件で見えたしあの動画の大西純子にも見えるんですねひどく他者がないというか勝手に満足してるそれは見苦しいすごく日本のジャズ社会ってそれそういうのがもともと閉鎖的でリーダーやる人間がいつでも何か一致団結を目指してかっこ笑い それじゃあ大日本帝国みたいいかっこそれで突然切れたり、えー、あの男の子の事件でもジャズってアクシデントも演奏の一部にするんじゃないのって言われてしまいますよね日野さんは、えー、ジャズを勘違いしてるって何かそういう日本のジャズフードを思い出させてそれも気持ちは、えー、良い気持ちはしませんでしたね私はという、えー、コメントですね人力飛行機さんからのね でちょっと気になったのがね日本ジャズ界主語がでかすぎると思うんですよ日本ジャズ界って言ってもあのバンドの数だけそのジャズバンドの数があってそのリーダーの数もそのバンドの数だけリーダーいるわけですよねだからそれを一括りに日本のジャズはっていうふうにしちゃうとちょっと違うと思って日野輝正のグループはとか大西純子トリオはってあくまで主語はもうちょっと小さくするべきものなんですよね あのよくあの詐欺や怪しい占い師に引っかからない商法としてあのその人の主語に注目っていうような防止法があるんですけれどもやたらめったら主語の,のスケールがでかい人はうさんくさい人頭の悪い人。でそれでかい守護に 騙されてしまう人もリテラシーのない人うさんくさい人っていうか頭の悪い人っていうようによく言われるんですけれどもこの日本はとか世の中はとかねなんかあの大きな敵を作り出すみたいな、まあ、こう陰謀論者のよく使う手口でもあるんですけれどもでかい主語にしてしまうとそれにあの騙されちゃう人もいるわけですよ。あとででかいい主語で語る人っていうのも あの細かな例外とかもあえてこう目をつぶった状態で自分があの主張したいものをあの一つの主語として大きなものとして語ってしまう傾向があるんですけれども人力飛行機さんの場合にもそれがちょっと感じられてなぜかというとあのそれも別な動画であったんですねたがの雲は日野輝政の暴力を容認しているというような風に言ってるんですが容認はしてないんですよねまあちょっと仕方ないんじゃないみたいな話はしたんですけれどもあれほど逸脱 意外とあのそれも主語が違うんですけどジャズは自由な音不自由な音楽とか自由な音楽っていうわけではなくてその日ルマサのバンドは割と同情的な教えをしているリーダーによってあの教育の仕方とか運営の仕方とか全然違いますからねだからその日ルマサのビンタ事件一件として「ジャズは」って大きな主語でジャズは自由な音楽だと思っていたんだけど意外と自由ではなかった。 っていうような文脈で語られていると思うんですけれども、なんかすごく主語が大雑把っていうかでかすぎるんですよね。やっぱりあのリーダーの再確力量性格によってすごく和気あい。あいと自由に活発伸び伸びする。それこそ、あの人力飛きさんがいいなと言ってる。上原ひろみのようなタイプのリーダーもいると思いますし。まあ実際いますし、そうじゃない。やっぱり。 これはもうショービジネスなんだからお客様を喜ばせて初めて私たちは生活の糧を得ているわけだからきちんと完璧な演奏をするべきだっていう心情のもと演奏そしてあの自分たちの部下というか、まあ、サイドマンたちにもですねメンバンドメンバーにもそういうストイックなスタイルを課しているリーダーもいますしで人それぞれだと思うんですよね。で やっぱりバンドの数だけいればそのバンドの数だけリーダーがいて、まあ、同じことを言ってますけれどもそれぞれあのスタンス方針は違うと思うので,で基本ほらジャズは自由な音楽だと思ったけどこういうビンタがあるから自由な音楽ではないんだ的な主張はかなり大雑把というかざっくりとまとまりグルーピングあと主語の用法がかなりあのその設定の仕方が違うと かなり違う結論に至ってしまうんだなっていうことがよくわかると思いますね。か確か、日の照正ビンタ事件に関してもですね、確か私の話した言葉、オフ会で話した言葉が要約されてで、結果的に私は擁護しているというような流れになっているようですけれども、これオフ会の模様も実はあのあのライブ配信か何かで多分、 あの収録されてアップされていると思うのでそこで話した私の話を聞いていただければまあどのように曲解されているのかっていうことも分かると思いますのでまあ本当に暇な人ね時間がある人だけあの聞き比べていただければと思いますでちょっと話はまあちょっと大西純子に戻しますけれどもえっとどこまで行ったんだ えあついでにあドラムソロ日野さんの「どうのこうの」だからちょっと日野照さんの話が出てきましたけど、まあ、要はあの日野さんのようにちょっとルールあ尺というかそういうのもあるわけですよねそれを逸脱して、まあ、それを聞かせられるソロであれば「スプラッシュ」っていう映画、まあ、日本だと「セッション」っていう映画があるんですけどもあまりにもドラムソロが素晴らしすぎてあのリーダー指揮者のですねあの 指図を逸脱してそれでドラムソロ延々とやり続けてで結局はその敵対的というか鬼教官も興奮してしまうというか感動に乗せられてしまうというようなクライマックスがあるんですけれどもそういうこともありえるわけですし、まあ、逆に。あのうん なんていうのかなこの日野のルマさんの若い男の子少年の場合はそこに感動させるまでは至らなかっただけの話かもしれませんしねで日本のジャズは体育会系だ監視社会管理社会だみたいなことをおっしゃってますけど確かその時のオフ会でもそういう話が出たのでニ利コキさんと話の中でねあのセッション見ましたかって話私聞いたんですよね。 おそらくですけれどもあの、ショービジネスという概念が日本よりも強いので芸術というよりはもうショービジネスっていう風な感じでやっぱり競争の多いあのライバルの多い競争社会ですからアメリカのショービジネスは日本以上にもっともっともっと,もっと厳しいはずですよあので、その一端が現れているのがそのセッションなんですね。それを見た上での批評 というかか感想なのか見ない上での,あの単なるたまたま見た上での感想なのかで随分あの評価が変わってきちゃうと思うんですよね。だからまあセッション私はあの映画好きじゃないんだけども。 であんなに性格はまあ、映画だからってこともあるんでしょうけどもねあんなねじくれた共感とかはめちゃくちゃ嫌なんですけれども確かにでもそういうことはあるんですよね。まあ、日本以上にこれは私実際プロの人が何人からも言われているんですけれどもあのアメリカは日本のジャズは割と自由だよねみたいなアメリカはもう本当リーダーの権限が日本以上に絶対だからもう リーダーの通りに合わせていかなきゃいけないと。場合によってはスタイルも変えていかなければいけないと。まあ、例えば、あの一例としてオスカー・ピーターソンのベースは、あのピーターソンっていう人はルートをよく左手の小指でよく聞くので、例えばあの C だとドミソなんでド、ドの音を鍵盤で弾きますよね。だベースは 一緒にかぶっちゃいけないっていうリーダーの絶対的な指示があってでベースはそれを絶対的に守らなきゃいけないと、まあ、間違えてしまうこともあるかもしれないけれどもその C というあの親分が押さえているところを避けるためにそれがよく見えるために,ためにあの鍵盤の左手 低音域の位置に位置するところにベースはいつも陣取ってその親分ピーターソンの指を見ながら弾いているんだよって話も聞いたことありますしねでそれに比べて日本の,あの、まあ、それもちょっと大雑把アメリカの日本のっていうのも、まあ、自分で言っといてなんですけど結構大雑把ではあるんですけども、まあ、そういうほらブロードウェイの世界とかそういうのオーディションの世界とか、まあ、見れば分かる通おり、まあ、イメージし,できるしやすいと思うんですね日本よりもほらアメリカの方が ハリウッド映画とかでもありますけども結構のし上がっていく成功ストーリーのスケールがでかいじゃないですかそれだけあのショービジネスに対しての競争の激しい世界なんですよねだから当然やっぱりあの指導者だったりリーダーとかの求める要求も厳しくなるとであの日本の場合もやっぱりこうやっぱ日野輝正さんといえばね、まあ 裸一貫でね、日本での名声を捨ててアメリカで一からやり直している人も叩き上げの人なので、まあ、やっぱり厳しくならざるを得ないなとその暴力がいい悪いはあの置いといてですねでやっぱりそういうお客さんが見ている前で暴力を振るうっていうことは私は悪いとは思っていますけれどもでもその日,日野さんの,あの考えみたいなのが如実に露骨に出てしまった一つの 事件現象だなとはは思ってはいるんですねい,い悪いじゃなくてあの、まあ、それぐらい厳しい世界なんだよとその厳しさが、まあ、ついついちょっと人前で出ちゃったんだなとは思ってますねついついっていうのはじゃあ,あの人影ではやってるのかっていうとそれはどうか分かりませんけれども。 まあ、でもそれだけやっぱり自由だと思ったのにビンタしたから不自由だったっていうのはちょっと安易というか、まあ、簡単かな結論の出し方というかざっくりすぎてるかなと思うんですよねだからあの意外と自由だと思っていたがっていうね前提があるにしてもその自由っていうのは最初から最後まで全部自由じゃないんですよねあの規則やること覚えなきゃいけないこと最低限守らなきゃいけないマナールールがあった 上ででの自由だったりすするわけなんですよでそれの習得するためにはやっぱりあの相当やっぱり勉強しなきゃいけないですまあ、クラシックほどじゃないにしてもねやっ,やっぱりあの共通のマナーみたいのがあるわけですそしたら会,、まあ、会話だと私思ってるところがあって特にジャムセッションなんかは会話は会話でもやっぱり 題材っていうのがあるしあまりにもそのルールレールから逸脱してしまうと何を会話してるのか分からなくなってしまうところもあるのでやっぱりその会話のマナーだったりとかそこで使用されるべき言葉キーワードみたいなのもあらかじめ覚えておかなきゃいけなかったり結構ね勉強の要素があったりするわけですよだからそうやんなきゃいけないことに対してあの結構 あの学校の勉強等大臣ストイックになってしまいがちな人も結構多いような気もするんですよね。そそれ由にそれにがあの形で 顔、表情とか仕草に出てしまうこともあったりもするし、私のようにあのルーズで、そんなにあの社長をこばって勉強するのが大嫌いな人とかは机の上でガリガリ覚えたりするのが嫌いな人っていうのは、待って、人でいいんじゃねえのみたいな感じで、そういうのが多分、表情とかそういうのに出ちゃうのかもしれませんけどね、その辺の差って、気質の差は、あとは音にどう現れるのかだけのことだと思うので、あとはどれだけ好き嫌いが、 あの好きな人、嫌いな人があの出るか出ないかだけの話だと思うんですけれどもねだから、ちょっとねあの主語がなんか日本ジャズはの不自由はってうそう挙げられる実例があまりにも少なすぎると思うんですよね大西純子そして日野照正この2人をもってして日本ジャズ界のなんか暗闇暗黒とまでやってませんけど日本ジャズ界の一端みたいな閉鎖的 一致団結、大日本帝国とまで、あの、論が飛んじゃって、飛躍、発展しまくっても、しまってもいいものなのだろうかと、私は思っていますけれどもね。で、まあい,いやえ、元に戻します。まだ対談が続いてます、ね、対談というか、コメントのやりとりが続いてますんでね。えー、今度は、広瀬橋本さんが人力機器飛行機さんにコメントしてますね。えー、まあ、それを言うなら、 私などもこんなふうに大西順子が聞いてるやつがいるんだの一人なんでを引用して「しょうね」とえ書いてますね。で私はこのように。 返信していますこのやりとりに対して、えー。気がついたのずいぶん後だったんだよね、これね。<laughs> ほら、二人ともあのチャンネルメンバーシップに登録されてない方なので、いや別に登録しろって言ったわけじゃないですよ。だけどやっぱりあのコメント結構ね、もう二千数百本アップしてると、昔のね、もう100本目にアップした動画とか、すごい昔の動画とかにもコメント来たりするんですよ。で、そのコメント来た順番に返信してるの気づいたのこれずいぶん後だったんですよね、私ね。 でえー、っとこんなになやりとりが展開されていたということもつゆ知らず、ちょっとこのやりとりのしばらく後ぐらいですかね、ね私はこのように返信しているんですね。1本のライブ動画と演奏指示の1シーンのみで、よくぞここまでのやりとりが改めてアンチにそこまで嫌いな理由を長文で書かせてしまうほどの大西純子というジャズピアニストの存在感を改めて実感。 中野区女子にしろ、まあ、恩人の嫌いだという投資をした人ですね、中野区女子にしろ、人力さんにしろ、嫌いな人にとっては相当に嫌い壺の中心部を的確にブスブスとつきまくる何かを持っているんでしょうね。で、えー、そして、いかに嫌いなのかを表出させずにはいられないエネルギーをもチャージさせてしまうところもすごい。 彼女が注目された要因は確かに売り出し方取り上げられ方もあるんでしょうしそれ以前にピアノそのものの腕前の素晴らしさももちろんあるんですが純子命とまで自称する評論家が出現する一方で熱狂的気に食わんない人をも登場させて,させてしまう良くも悪くも人をそこまで熱中させてしまう魅力、えー、魅力が 知知力地味猛狂の地、地味って書いて地味力の持ち主である格好あったということがよくわかりましたと。そうですよね。もう延々とビデオを見返すためにああ、やっぱり気肉はねあ、あれはないんじゃないか、ムカつくってず,ず,ずっと延々と書き続けてるじゃないですか。 そのエネルギーたるやって感じですよね。もう本人は全然覚えてないっていうと思うし、私そんなことやったっけだって今頃ねあの、美味しいお酒飲んでるかもしれませんけれども、やっぱり、あの、残る人には残るんでしょうね。やっぱ気に食わねっていう、怖いですね。だけど、まあ、その、 そこまで書かせてしまうその大西純子という一ミュージシャンの持っている存在感パワーっていうのをすごいと思いますし逆にそこまで書いてしまう人はどんな人なのどんな精神いあいあそこまではあれ言いませんけどもねなのかって私も一瞬思ったんですよだけどあのちょっと違うあつらいつらい小学校での原体験があったからというねそういうことをも含踏まえて読むとまあ しょうがないよねっ、てここまで書いてもしょうがないよね。そして、さらに、そういう、しょうがないよねって、延々と長い書きに対して、粘り強く、根気強く、付き合ってくださった、本来は管理人である、私が、あの、相手をしてあげなきゃいけないところを、ひろし橋本さんが、代わりにこうやってね、付き合ってくれたっていう、くださったっていうのも、ほありがとうございます。まあね、お忙しい中、いろいろと、ね、書いていただいて。 やり取りしててくださって、ねまあ、楽しかったのかもしれませんし、あー疲れたーと思ったのかもしれませんけど、まあまあまあ、広橋本さん、ご苦労様でした。ということで、えー、やりとりは一旦ここで終わっていますね、人力飛行機さんと広橋本さんのね、あの大西巡子談義というよりは、まあ、俺は嫌いだ、俺は嫌いだ、に対して、はいはいって大人がなんかなだめて付き合っている。 っていうなんかそんな感じがしますけれどもね。はいということで、やりとりは以上でした。で、えー、岡派生チャンネルさんからもコメントいただいているので、再びですけども、えー、紹介いたしますと、大西純子さんのビレッジバヴァンガードのライブアルバムに入っている演奏では、Never Let Me Go が地味だけど大好きです。 彼女のピアノの演奏は、第一に足ががっつりついている何とも言えない説得力がありますね。というコメントでした。で、えー、私はこのように返信してますね。ビレッジヴァンガード2の方ですね。今改めて聞き直しているところですが、しっとりと落ち着いた感じが何とも良いですと。とガンガン攻めなピアノも良いですが、こういう何気ない演奏に実力、進化が発揮されているように感じますと。とそう。意外とね、あの改めて、 岡橋チャンネルさんに指摘されてですね、ネバーレッドミー・ゴーを聞いてみたんですけれども、いいですよ、なかなか本当にね、大地に足ががっつりついてる感じがしましたね。まあ、少なくとも人力飛行機さんがご指摘のとおり、なんか大日本帝国とか偉そうとかムカつくとか、そういうのは皆無でしたね、思い浮かぶのはね。えー 岡瀬チャンネルさんどううもありがとうございます。で次、えー、釜石さんからのコメントもいただいてますね。えー、くも,くもさん、こんにちは。今回のスイングジャーナル誌の論争大笑いしながら聞きました。大西さんは僕の大好きな知的美人なので、伊達でもいいから眼鏡をかけてほしいと思います。過去大爆笑。精神的には M 男なので、彼女にはビシバシ怒られたいです。過去笑いと。して、彼女の音楽ですが、ジャッキー・バイヤードがルーツなんだろうかなという感想を持ちます。彼女の演奏には何の、 環境もうません上手いけど。うまければ、打鍵が強烈ならばいいというものでもないでしょう。音大での、だからここの辺がジニー協さんと逆ですよね。ジニー協さんはピアノはいいと思った。だけど、態度が切り食わない、ルックスが切り食わないでしょ。だけど、あの、釜石さんの場合は、 あの打鍵が強烈といのらいいというものでもないでしょう,うでピアノには何の,あの感想も環境も得ませんって書かれてますねだけどあの外見は知,知的美人なのでビシバシ怒られたいですと <laughs> 全く逆で面白いですよね <laughs> で、えー、音大でのピアニストなんだなと思います結局クラシックピアニスト挫折より簡単なジャズに転向という図式が透けて見えますソロでクラシックピアニストになるのは本当に大変ですからね あ僕は変態的ジャズファンでたまにグレン・グールド、かっこノバッハやフリードリヒ・グルダかっこ、ベートーベンを聞く程度のライトなクラシックファンにすぎませんということで、そういうことを申し添えておきます。ではまた。という、えー、コメントをかまいちさんからいただいてますね。で私はこのように返信してますね。えー、ジャッキー・バイヤードがルーツなんだろうかなという感想を持ちますに対して、このあたりにイーグルの後藤マスターと同じような見立てというか恩師順子感なんだなと感じましたと。これジャズ 100番勝負かなんかにね、うん、書かれてますね。あの、大西純子のことを比較的イーグルのマスターは買っていなくてですね、<laughs> 何がやりたいんだかわからないみたいなことを確かジャズ100番勝負に書かれていましたけどね、それに比べてレニー・トリスターノは、みたいな、次に紹介されてるのが確かトリスターノだったような気がしますけどね。<laughs> えー、かまいさんどうもありがとうございました。えー、次、えー、ドロマスさんからのコメントも紹介しますね。えー 命かっこ笑い。<笑>純子命に対しての命に笑い。大西純子さんってかっこいいですね。好きですね。9月にブルーノート東京で見てきました。ピアノの上にエレピを仕込んで立って弾いたり座って弾いたり、その後ろ姿かっけー笑い。音もゴリゴリしていてかっけー笑い。というコメントでした。<laughs> ドラマさんどうもありがとうございました。で、私は このように返信し,してますね。行ったんですか泥松さんかっけーってね。<laughs> 私も見に行きたかったな。見てきたんですね、泥松さんね。そんな見に行った泥松さんかっけー <laughs> というコメントでした。で、えー。 あとはまた人力記録さんからコメント来てますねちょっと読んでみましょう3週間前の私とろし橋本さんのやりとりのことで主さんもいろいろ言ってくださってありがたいんですがかっこ笑いここで自分の感性を明確にしたい意味で改めてコメントしてみたいです1まず、 私の大西純子への嫌悪感が音楽以外のことでそれが腑に落ちないという方、まず音楽観として自由でのびのびさせるのが私の考えるジャズあるいはポップスあるいはロックなんですよねと。なので、あの動画の大西純子の態度というか、それと正反対な感じがした。どこか軍隊みたいな、軍隊共感みたいな。 そういう匂いがしたことで嫌悪感が増幅したんでしょうね。私の考えるジャズああいう人がやるもんじゃない。私はそういう人の音楽は聴かないという意味。ああいう人がやるもんじゃをジャズやる人まで指定されてしまうわけですね。<laughs> その人力狂気さんの世界の中では。で、2、えー、私と大西純子嫌いの女性は一緒でないと自分では思っていますと。 えー、彼女の意見は大西純子がもてはやされていることへの攻撃が混じっていると思いますと私は大西純子が人気者であること自体はどうでもいいのですもちろん音楽のおかげだろうが要望のおかげであろうがどっちでもいいのですでジャズって何という問いをはらんでいたと思うんですねああいう軍隊の共感みたいな人間に自己満足的に支持されるのがジャズなのかねというね私の一番問いかけたいのはあの動画で言うとそういう というとそこだったんです大西純子はどういう人かどういう音楽家なのかは確かに二の次でしかしジャズってああいうふうに。 まととめるもの,なのかねというそれが私の研究の根本にある。だから主語がでかすぎるんですよ。ジャズってこういうもんかでっていうより、大西純子バンドはこういうもんなんです。以上って感じですね。それ以上、あんまりジャズって結構、防用として広くて、今では一言では言い切れないぐらい広い音楽だし、まあ、それでその表現のする人によっても、その表現の哲学、表現方法で、さらにその仕事としてどのように捉えているのか、そして、あの小ビジネスとして捉えている、あるいは芸術として、あの 認識していいるる人ももたりとかもするのでそれによってそのメンバーに対しての接し方、縛り方、そしてパフォーマンスの仕方も多種多様なのでジャズってもんはこういうもんじゃないでしょっていうくくり方がかなり大雑把というか、主語が広すぎるなと、ただ、それがあの人力凶器さんの中でのジャズなんでしょうね、自由に即興演奏できる、ああ、自由か、楽園だ、地上の楽園だと思って行ってみたら、北朝鮮だったっていう、そういう失望感がきっとあるのかもしれませんね。 で、次が、えー、3、2から伺われることも多いと思いますが、私は日野照正による中学生ドラマ大田事件について多大な嫌悪感があります。で、あの動画の大西純子からあれと同じ匂いがしたことが嫌悪感の大きな原因になっています。未だにあの日野の照正事件には嫌悪感があるんですね。大体、私の感性については、まあ、今一度補足させてもらえば以上のようになります。よろしくです。まあ あのまあ、これを読まずにでもですね、あのさっきから何度も紹介している人力飛行機さんの動画チャンネルの小学校時代のおぞましい記憶、大人社会の縮図という動画を見ていただければすぐに、あ、こういう人なのねって分かると思いますので、ぜひ皆さんご視聴お勧めいたします。というか、もう付き合ってらんないよって人が多分もうほとんどだと思うんですけど、それでも興味をお持ちの方はぜひご覧になってください。 で、P.S. そこで終わりたいのですが <laughs>、おっとまだ続くぞ。終わりたかったのですが、まだ言い足りないのが出てきました。かっこ悪い。なのでもう少し。マルティン・ハイテッガーの指摘する概念で、そう、そう借りたて体制というものがあります。ドイツ語で GESTELL。なんて発音するのドイツ語わかんないかいわかんない。ゲステルというわかんない。ゲステルわかんないけど。 と近代社会を特徴づけるもので自然を用立てて搾取するべく支持される人間これに対応することが一人一人駆り立てられる人間自身もその用立ての対象とされていくこれに対応できない人間は駆除されるこれは資本主義であろうが社会主義であろうが変わりはないこの衆縦率ジェ・ゲ・ステルこそが近代を特徴づけるものである 非人間的な眼差しがそこに現れる学校、軍隊、また企業の規律にそれはもっと現れる。そういう匂いがあそこでしたことも大きいですね。あれはただの偶然出たのではなく、根本的特徴的な感性があそこでポロリと出た。そう見えるんです。この人がもともと持っているので、これがあるから多分こういう人はどんな分野でも成功するんだろう。現代社会では。社会が要求するものであるから、そういう感性があってこそ、あってこそ、 こここういう、うういいそそ感性があでで見えたってことですね。もちろん日の照サ事件でもあるものですあの場面をよく見ると大西がイラついてる場面でベーシストが白けているのが見えるんですねちらっとまた始まったという感じでなのでああいうしぐさをよくやる人なんだろうと思うのです、えー、雇われているドラムが意に関せずという、えー、のが救いですけどねという、えー、長い コメントでございままししたたようやく終わりました以上がですね、えー、2023年の11月の末ぐらいに私がアップした、ああ、すれ違いというタイトルの動画にいただいたコメントすべて紹介し終わりました。はい、投げ <laughs>、まあ、純子命 VS アンチ純子。えー、1994年のシングジャーナル読者投稿欄のやりとり。 というタイトルの動画に出た,たコメントでしたけどまあねこう大西順子のアンチの人が語った動画をこう紹介しただけでもこんなにね長いコメントが約といっても約1名からですけど <laughs> まあ来ること自体すごい存在感だななんとかそれでそこまで私はどっちかというとほらあのほら嫌いの反対は無関心というように なんかあ愛情の反対は無関心っていうようになんか好きなものの反対は本当無関心嫌い,というはならないでもうスルーというかもう相手にしないというかもう無視。 ままあまあこれが正常な大人の反応だと思うんですけど「嫌い」に関してこれだけいろいろ理論武装したりいろんなあの手この手でいろんな言葉を紡ぎ出してでしかも長い文章を投稿してくるそのエネルギーって嫌いエネルギーっていうのもう負のエネルギーっていうのもこれ生に転化すればなんかすごいことができそうなんか,、ね、なんか純文学とかもう一つ作品とか詩集とか書けちゃうんじゃないかなって思うぐらいねやっぱこう人間の持つ 好きとか嫌いのエネルギーのあのすごさっていうのをまざまざと思い知りましたね。ということで、えー、今回はですね長い動画になってしまいましたけど、まあ、最後まで聞いた人いるのかなって感じでね <laughs> まあなんかたまたまですねあのコメント返ししてない動画を いろいろ過去に遡って、順番にやればいいんだけど、ランダムに変身してるもんだから、あえ、これってもう変身動画作ったっけあれって変え、これってもう変身動画作ってるななんて探しながら、ちょっと過去遡っていたら、たまたまちょっとこの動画が目について、でちょっと朝のウォーミングアップでちょっと話すかと思ったら、ずいぶんウォーミングアップしすぎなぐらい結構長く喋っちゃいましたね。でもまあまあ、たまにはそういう日もあって良いでしょう。ということで、え皆さんはどのような感じ、 関心をお持ちでしたかね感想をお持ちになられましたでしょうかね。っていうかあの、聞いてるのかなって感じです、そこまでね。まあ、こういう人もいるんだなという格好な人間サンプルの紹介にはなった動画にはなったんじゃないかなと勝手に思っていますけどね。まあ、プラス、まあ、人力行機さんの,あの動画チャンネルにも 言ってあげてください。言ってあげてくださいって、また上から目線で偉そうだってなんかツッコミ来そうですけれどもまあまあお互い共存共栄ということで実はこんな私の動画にコメントをされている方はあのチャンネルを持っていたんですよっていう紹介も兼ねてですねそこでいろいろ私も全部見てないって聞いてはいないんですけれどもあの、まあ、結構ね日本の,あのなんだっけまあほぼ違和感を思ったわけですよ それはですね、何、うん、て言うか、うん、違和感ですねっていうのがすごい多いんですけど、違和感を持ったという話がね。まあ、これはその、何、まあ、て言うんですかね、こう、違和感ですねっていう <laughs>、なんかけ結構ね、聞いててね、ツボる話,話っていうか、内容は浅いんです、深くはないんですけど、何て言うか、なんか声の調子、トーンとリズムが、 割と癖になるツボ、まあ、全部聞いたわけじゃないんですけどねなんかつぼるところもあったりもするので癖になる人は結構中毒になるんじゃないかなという動画なのでなんかあのそろそろもう高野君の語りにも飽きてきたぜってなんか毎回毎回どうでもあの浅すぎる話をしまくっているこの動画に付き合うのもそろそろ疲れてきたぞと思ったら私よりは深いことを話しているその人力飛行機さんのね動画も一つ あの、聞くのを日課にされるのもよろしいんじゃないかなと思いまして、この場を借りて勝手に宣伝させていただきます。ということで、えー、もし最後までお聞きになられた方がいらっしゃればありがとうございました。ということで、また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。